街の風景。背後にあるのは、祖皇東皇章区は、中華人民共和国新共ウイグル自治区トルファン市に位置するしかつく。トルファン盆地の中央に位置する。古くより交通の要所であり、シルクロードの要衝として栄えた。現在は、観光都市となっている。前館台に車主国の一つ車姉妹国があり、その王城は、高賀城といった。 この城の下には川が流れているので、高賀城という。その当時で人口が6,500とある。この高賀は、現在のトルファン市街から西に1 0キロメートルほど行ったところにその遺跡がある。これに対して漢は、現在のトルファン市街から東へ4 5キロメートル行ったところに、高渉城を築いて、飛んでんを行っていた。その後、 中国から戦乱を避けて、交渉へと移り住む者が多くなり、北梁の王族の祖巨子が、車四国を滅ぼして、450年に交渉国を建てる。この交渉国は従前に圧迫されて滅び、その後は、北方民族の影響下のもとに長、長馬の四子が王となり、498年に、菊花が交渉王になり、640年に、 唐に滅ぼされるまで続く。交渉を征服した唐はこの地に安政都護府を置いて西域経営の拠点とした。しかし唐は755年のソグド人と突決の根結でもあった安禄山による長安占領などを経て国力を弱めていく。唐はその後ウイグル帝国に援軍を要請しウイグル軍が安氏の乱を鎮圧する。 以後、ウイグル帝国と共に、チベットも、唐の混乱に乗じて対等する。9世紀になると、天山ウイグル王国の支配下に入り、夏、都とされた。モンゴル帝国の征服後には、チャガタイ半国に領有され、分裂後は、東、チャガタイ半国の領有となる。チャガタイ半国が弱体化し、ティムールに支配されると、その支配下となったが、 1500年にシャイバーン朝により、ティムール朝が弱体化すると、再び東、チャガタイ半国の支配下となる。1514年に、チャガタイの末裔が、カシュガルで、ヤルカンド半国を建てると、1679年まで、その支配下となった。トルファンの名前は、アキオよりルフシンはじめ、その意味は、ウイグル語で、クボンダちを意味する。西域国史によると、 15世紀初頭、民の永楽三角の命を受けた人生が、陸路でこの地を訪れている。寝台には、ジュンガルとの間で争奪戦が行われ、清志が勝利する。20世紀に入ると、ドイツのグリュンベーベルやるコック、イギリスのスタイン探検隊、日本の大谷探検隊がこの地に入り、出土品を持ち帰った。その中でも、文献軍は、 豚光文献と並んで貴重であり最域と古代の研究に大量の資料をもたらした2015年3月16日トルファン地区が地球史のトルファン市に昇格するとともに旧トルファン市が四角区の高所区となるトルファン盆地の中央に位置し北に天山山脈を望むトルファンは海抜がマイナスの場所がほとんどであり トルファン市街のそばにあるアイディン湖の水面は海抜マイナス154メートルで中国で最も低いところにある。150キロ北西にウルムチ、350キロ東にハミが位置している。1年を通して非常に乾燥している砂漠気候で年間降水量は20ミリメートルにしかならない。海抜マイナス154メートルという低地にあるため、 夏の暑さは非常に過酷で、最高気温は平均で摂氏40度に上り、最高気温極地はで摂氏50.2度を記録した。冬の寒さは厳しいものの、ウルムチよりは温暖である。標高で約1000メートルも低い位置にあるためである。また、砂漠地帯であるために、風が非常に強く、20メートル以上の風が吹いている。四海道、ゴチン。 4号管轄、ウイグル族が70%を占め、残りは、漢族が多い。観光以外では、農業が主であり、ブドウ、綿花、ハミウリが特産。砂漠地帯に水を持ってくるための気候が、特徴的である。その水源は、天山山脈の雪解け水で、山のふもとから20から30メートルの間隔で移動、掘って並べ、その底をつなげて、水路としたものである。 11世紀頃にイスラム勢力より伝わったと言われ、カレーズと呼ばれる。高川は古城火炎さん。ありがとうございます。